島津久美子は TBS スパークル所属のアナウンサー。元参院中央、テレビアナウンサー。東京都出身で新潟県生まれ。祖父母、両親が新潟県出身である。明治学院大学フランス文学科卒業後、明治学院大学大学院文学研究科、フランス文学専攻に進学。2014年卒業。大学院在学中には、 2012年度のミスパラオに選出されたほか、多摩ケーブルネットワークスタジオ21のキャスターを務めた。2014年、参院中央テレビにアナウンサーとして入社。2017年9月、参院中央テレビを退社。キャストプラスと契約し、同年10月より、キクのリサから引き継ぐ形で、TBS ニュースバードのキャスターに就任。 2020年11月30日をもって TBS ニュースを卒業。2021年3月12日、自身のオフィシャルブログで妊娠8ヶ月であることを明かしている。5月14日、男の子を出産した。キャスター島津久美子プロフィール、キャストプラス。a b 島旅2019、キャスター島津久美子コラム、TBS ニュース。大村明。 研修3週目突入。研修11日目。2014年新人アナウンサー研修日誌。フジテレビジョン。2018年2月17日閲覧。島津久美子。いざ新天地へ。インスタグラム。2018年2月17日閲覧。TBS ニュース。TBS ニュースバード聞くのリサキャスター3年間。ありがとうございました。 Facebook 2018年2月17日閲覧。島津久美子。緊張しましたが、無事にデビューできました。Instagram 2018年2月17日閲覧。卒業ですキャスター島津久美子コラム TBS ニュース。2021年4月14日閲覧。妊娠8ヶ月の現状。腰が痛い島津久美子オフィシャルブログ。2021年4月14日。 閲覧。出産のご報告。島津組子オフィシャルブログ。2021年5月16日。閲覧。ありがとうございます。